さんにベートーベンの月光ソナタ第3楽章を弾いていただきました。小川さん、こちらの曲解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、この月光ソナタというのは有名なゆっくりの1楽章から始まるんですけれども、非常に暴言的な作りで、普通はソナタの1楽章というのは早い曲から始まるんですけれども、ベートーベンは実験的に2楽章のようなゆっくりのところから始まって、そして2楽章がいつもの3楽章のように、3楽章がいつもの4楽章のようにで、3つの楽章で作られている曲なんですね。今お聴きいただいたのは最終楽章で第3楽章ですけれども、ちょうどこの曲を書いているあたりでベートーベンはだんだんちょっと耳の調子が悪くなってきたっていうのもあって、辛い思いをしていたので、それでこういう激しい曲奏になっているのではないかと思いますね。またちょっとその頃に憧れてた女性の失恋というか、あまりうまくいかなかったという、そういうお話も残っているので、その辛い思いが直接的に描かれていると思います。ベートーベンっていうと本当に有名な作曲家のうちの一人だと思うんですけど、分類でいうとその古典派とかロマン派とかってあると思うんですけど、どこにこう位置づけられる作曲家なんですかね。大変いい質問ですね、はい、これはベートーベンというのは古典的な形式を残したままロマン派にこう移行していく作曲家なんですね。なので、音楽の専門教育の学校に行きますと、ベートーベンというのは古典派の最後の作曲家であり、ロマン派の最初の作曲家であるというふうに習うんですね。それは形式が古典派を保ちながら、ソナタなどをたくさん32曲も書いたんだけれども、その32曲の間にだん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 その様式が変わっていく中に、こう自分の思いを直接込めて、今日はベートーベンは調子がいい、今日は非常にハッピーだ、今日はもう怒り狂っているっていうのがはっきり分かるような曲奏になっていく、それがこうロマン派の流れを作ったんですね。ベートーベンというと自分で曲名をあまりつけないような印象なんですけれども、この曲の名前の由来はどういったものなんでしょうか。これもとても良い質問で、ベートーベンの音楽というのは絶対音楽というふうに言われています。これはその音だけで全てを表すという、まあ、その題名をあえてつけずに音で全てを表現するんだ、メッセージ性もあるんだというので、これは絶対音楽と呼ばれているんですけれども、この月光というのはいわゆるニックネームなんですね。この曲が、その発表された時に、評論家がまるでスイスのルツェルンにある湖にこう浮かぶ月の光を見ているようだというふうに、まあ、評論家が評論したところから、この曲は月光というふうに呼ばれるようになりました。でも、楽譜をこう買ってみると、そこには月光とはどこにも書いていないんですね。作品ナンバーしか書いてありません。ありがとうございます。小川さんにモーツァルトのトルコ行進曲を弾いていただきました。小川さん、こちら解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、この曲は、モーツァルトのソナタケッヘル331の第3楽章なんですね。この曲だけが独立してとても有名ですけれども、実はこれはソナタの第3楽章なんです。ところがこれは非常に奇妙なソナタで、ソナタというのはソナタ形式の曲がなければいけないのに、この331にはどこにもソナタ形式の楽章がないんですね。非常に変わった曲なんです。でもモーツァルトはもうとにかく大天才でしたので、モーツァルトがソナタと呼んだらもうこれはソナタなんですね。そのぐらいの天才君でした。モーツァルトの時代ってアップライトピアノしかないっていうようなイメージなんですけど、この時代の曲をグランドピアノで弾くっていうのはどういった難しさや違いがあったりするんでしょうか。モーツァルトはもう本当に持っていたピアノ本当に小さくて、もう有名なソナタでも本当にこのぐらいの箱、小さな箱ピアノで書かれたと言われているんですね。そのモーツァルトの演奏をするので難しさというのは、こんなに今楽器が大きくなってしまったので、大きなエンジンを持った車がもう助走しか本当に時速20キロぐらいでしか走れないような、何とも言えないもどかしさみたいなのがあります。でアプライトのピアノというのはどうしてもその音量に限りがあったので、あまり大きな音が出ない。それなので、ね、モーツァルトがツールートで弾いてくださいというふうに指示をしてあっても、あまり大きな音でどんちゃんどんちゃん弾くわけにはいかないんですね。そのあたりがやっぱりその難しさであり、そのアプライトのピアノと今のグランドピアノの違いですね。モーツァルトの曲っていうのは、まあ、ピアニストの方というか演奏家の方からすると、なんかこうどういった特徴があるというか、そういったものってあったりするんですかね。モーツァルトは一応強くとか弱くとか、そのような指示はあるんですけれども、そのアーフに弾いてほしい、ゴーフに弾いてほしいという指示が非常に少ないんです、楽譜の中に。
それなので、その演奏者がいろいろこう曲奏を決めて演奏していかなければならない。その音楽家の資質というか素質というか考え方が全部モロに出てしまうんですね。それなので非常にモーツァルト演奏するの難しい。それから美しい音楽なので、ついついその音楽家がのめり込んで大きな音を、大きすぎる音が出てしまったり、それから弱い音というのは非常に音を出すのが難しいので、弱く弾きすぎて全く音が出なくなってしまったりという非常にいろんな危険を絡んだ作曲家なので、そういう意味で本当に演奏するのが難しいです。もう試験とかコンクールでも、そのモーツァルト演奏すると、あ、この人はこういう考えなのか、ふんふんふんとすぐに分かってしまうので、とても難しいですね。今回この2曲を選ばれた方におすすめの曲とかってあったりされますかね？はい、トルコ行進曲はこの曲だけで独立してとても有名なんですけれども、1楽章がもう本当に、天にも昇るほど美しいので、まずそのモーツァルトの331の1楽章をおすすめします。このソナタは非常に長いソナタなので、ぜひ全曲をお楽しみいただきたいなというふうに思います。はい、それからまあモーツァルトはもうオペラの作曲家でもあるので、本当にその表現の豊かないろんな曲があります。ベートーベンはやはり、そうですね、ワルトシュタインの第一楽章をちょっと聴いてみたいと思います。連打で始めるということ自体もう本当に変わったことだったんですね。ですからその実験的なことをやってみたい、変わったことをやってみたい、こんな単純なことで曲をどん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 発展させたいという奇抜な考えを持っていたベートーベンの曲、ぜひお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
Thank you.